阪神競馬場第9レース千里山特別4歳以上、西尾クラス島の内回り 2000m メ,メンバーは10頭です最後に向かうのは10番ビルボードクイーン安城はルーキーの田口貫太今日デビューの新人の中では一足早く特別戦に騎乗ですさあ、収まって全馬ゲートの中スタートしました。 若干3番モカフラワーは後方からまずはスタンド前内から1番マテンローアレス気合をつけて出ていって並んでいく9番タガノカイ、高野の海さらには7番、エールブラーブ3番手4番手、6番、朝けエースその後ろ4番、ブラックシールド内からは2番、ヒルノエドワード固まって先団は5頭1コーナーを回っていきます結局行ったのは1番、マテンローアレス今日も行くようですリードは1馬身ぐらい。 これを追って9番、高野会が2番手に上がって3番手は2頭インコース2番、ヒルノエドワード並んでいく7番、エールブラーブ4番手第2コーナーを回って向正面です前から5投目6番、朝ケエースここまで集団で2馬身離れて4番、ブラックシールド1馬身半後方8番、アルバーシャそのうちは5番、アトミカ2馬身離れて3番、モカフラワー最後方20番のビルボードクイーン田口寛太です。 向こう正面の中ほど最初の1000メートルを迎えますが、59秒台で行っています。先頭は1番マテ摩天楼です。逃げてリードは1馬身ぐらいです。2番手は9番。高野会3。コーナー内回りコース3番手は2番のヒルノエドワード残り 800m 前から4投目7番エールブラーブ差を詰めていって、その後ろ6番。朝ケースが打ち。外は4番のブラックシールド中段で34。4コーナー中間さあ馬群が固まって残り 600m 先頭1番摩天楼です。 少し手が動いて、リードは体半分から首並んでいく。9番。高野会前2。頭並んでいって4。コーナーカーブ3番手は7番エール、ブラーブ4。コーナーを回って直線に向いています。その外に4番手4番ブラックシールド。さあ前は固まってわずかに9番。高野会先頭か並んでいく。4番のブラックシールド。今度は先頭に変わった。大外を通っては3番モカフラワー。さらには馬群の中からは。 8番アルバーシャも追い込んでくるが先頭4番ブラックシールド2馬身リード2番手は接戦ですが3番モカフラワーが上がるか先頭4番ブラックシールド小降2着3番のモカフラワー3着はどうか8番アルバーシャ5番アトミカ9番タガノ海広がって激戦タイムは1分59秒34番のブラックシールド人気に応えています安城・音崎啓太騎手4番ブラックシールド 中段追走から前を捉えきって人気に応えています2着は広がって混戦を取って3番モカフラワーさらには8番のアルバーシャ5番のアトミカ9番タガノカイ、高野会広がって激戦タイムは1分59秒3上がりタイムゴールまでの 800m は47秒 4600m は35秒3です 追われるごとに突き放した4番のブラックシールド最後は3馬身ほどのリード完勝です今日が3ヶ月の休み明け4番ブラックシールド鮮やかに抜けきっています2着は3番モカフラワーわずかに上がって3着は8番アルバーシャかさらに5番のアトミカ9番タガノカイ結局4着5着写真判定1着は4番ブラックシールド 2着、3番のモカフラワー3着は8番のアルバーシャ4着、5着は写真判定となっています。千里山特別確定までお待ちください